ナミハリネズミは、哺乳更新無毛彫目ハリネズミかハリネズミ族に分類される哺乳類。スコットランド、イギリス、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ロシア北西部隊長。 約2 0トルから3 0トルで、生体は体重6 0 0ムから1 2 0 0ムである。オスは、メスと比べて若干大きい。森林、農地や郊外に生息する。夜行性で、危険を感じるとボール状になり、表面の棘で捕食者から身を守る。主に、カブトムシ目、直シマクシメ、輪シ目、ゴキブリ類などの昆虫を食べ、小型哺乳類。 卵、ヘビ類などの爬虫類、両生類、動物の死骸なども食べる。捕食者は、犬赤狐ヨーロッパアナグマ、フクロウカ、ヘビ類などが挙げられる。妊娠期間は、約35日。野生下での寿命は6年以上に達することもあり、飼育下での寿命は10年以上に達する個体も多い。スコットランドのアウターヘブリディーズでは、タシギ、ハマシギ、アカアシシシギ、 タゲリ島の地面に巣を作る鳥の卵を食べてしまうため、深刻な害獣となっている。ニュージーランドでも塗りつやマイマイ、植えた島の固有種を食べてしまう害獣とされている。古代ローマでは、食用とされることもあった。血や内臓が、薬用になると信じられたこともあった。交通事故によって死亡することはあるものの、2016年の時点では、種としては絶滅の恐れは、 低いと考えられている。2007年10月28日に発表された新しいイギリス生物多様性国家戦略でヨーロッパハリネズミは保存と保護が必要な種とされた。デンマークではハリネズミは法律によって保護されており捕獲や狩猟が禁止されているが冬季に低体重のハリネズミを飼育することは認められている。庭付きの家に住む人は キャットフードでハリネズミをおびき寄せ、害虫駆除能力を利用することは推奨されている。ブロンドハリネズミブロンドハリネズミは劣性遺伝子が発現し、ビーズのような目、クリーム色のトゲとなった珍しい個体であるが、厳密にはアルビノではない。チャンネル諸島のオルダニー島以外では非常に珍しい。約1000匹に1匹存在すると考えられている。 のみを運ばないと言い伝えられており、島固有の編集となっている。2006年6月に、マメイリアンゲノムプロジェクトの一環として、ブロードインスティチュートからゲノム配列が公開された。ありがとうございます。